哺乳バーンの環境で大事なことはほとんど我々の五感で感じることができます。一つは匂いです。二つは温度です。三つは目で見て汚れていないということです。この三つがですね、基本的な入り口のところです。その次に子牛の行動が来ます。牛の発育を見るのは大事なことですが、隠れたところにもう一つ大事なのがあります。それは牛が人間とどのような関係が構築されていたかということを牛が行動で示します。この群を見てください。私たちが来ると好奇心と探求心で近づいてきています。これは今までの育っている中で人間との関係はとても良好であったということを意味します。群を構成するときに体格だけでやるのは一見合理的ですが、実は牛には気性もあります。そこも含めて群構成をすることは大事な要素です。比率を出しまして、それぞれの部類で差が 5% 以内であれば均一に混合されているということになります。5% を超えるようでしたら、TMR の混合が均一になっていないということになります。こちらは G-BOX と言われるパーティクルセパレーターです。G-BOX は、全農マイナー研究所式パーティクルセパレーターの略でして、G-BOX の G は全農の G です。これで合計50回です。この中に残ったサンプルがルーメン内でですね、牛の反芻を刺激したり、もしくは咀嚼行動を刺激すると言われている、BEF の部分になります。Score one? Yeah. This one. It's the same, it's a score one. Very nice and smooth.